鹿児島県北西部地震は、1997年3月26日17時31分47秒に、鹿児島県薩摩地方で発生した M6.6 の地震、あるいは、同年5月13日14時38分28秒にを、震源として発生した M6.4 の地震。前者に対して、後者を第二鹿児島県北西部地震と呼称することもある。 1997年3月26日に、鹿児島県北西部で M6.6 の地震が発生した。負傷者31人、重火前回2棟の被害があり、鹿児島県川内市で最大震度5強を観測した。約1ヶ月の5月13日に3月の地震の、信号の近傍で M6.4 の地震が発生。負傷者43人、 重火前回4棟の被害があり、川内市で最大震度6弱を観測した。この2つの地震はともに北東南西方向に圧縮軸、北西南東方向に張力軸を持つ横ずれ断層型で、メカニズムが類似しているが、余震域の分布が異なり、後者は全者に誘発された可能性がある。これらの地震によって、負傷者74人、 総額200億円の被害を出した。北東南西方向に圧縮軸、北西南東方向に張力軸を持つ横ずれ断層型で地震の規模を示す M は6.6だった。余震が東西方向に長さ約1 5トルにわたって存在することから、この東西方向の断層運動によって引き起こされた地震と考えられている。 本震はこのあまり震域のほぼ中央で発生した。4月3日に M5.7、4月5日に M5.2 が発生するなど初期は余震活動が活発であったが余震活動は本震、余震型の推移をたどり順調に減少していた。震欧の北東では1994年2月にほぼ同じ発震機構で M5.7 の地震が発生していた。 地盤の弱い川内川沿いの道路や山を掘削して作られた山間道路で落石や崩壊、道路のクラックが発生した。宮野城町や鶴田町では建物の被害が多発した。沿岸部を中心に地盤沈下や液状化現象も発生した。鹿児島県消防防災課の統計によれば人的被害は3月26日の地震で重傷者1人。 軽症者30人であり、4月3日の余震で重症者1人、軽症者5人だった。震度4以上を観測した地点は次の通り。防災科学技術研究所が設置した共震観測網によれば、悪ク市と宮野城で震度6弱相当の揺れを観測した。3月26日の地震と同様の北東、南西方向に圧縮軸、北西南東方向に、 上力軸を持つ横ずれ断層型で3月の地震のあまり震域から外れた地域で発生した。マグニチュードは6.4。気象庁によれば3月の地震とは別の断層によるものとされ、地震調査委員会によれば暴力変化などにより3月の地震に引き起こされた可能性があるとされている。3月の地震が東西方向にのみ余震域が広がっていたのに対して、 この地震では、東西方向に加え南北方向にも明瞭な余り、震域があり、本震はこの交差付近で発生した。このことから、本震は東西方向、または南北方向の横ずれ断層が動いた、あるいはこの両方の断層が同時に動いた可能性がある。3月の地震で被害を受けた場所が、今回の地震によって、さらに被害が拡大した箇所があった一方、 被害があまり拡大しなかった箇所もあった。また、3月の地震ではあまり被害の見られなかった宮野城町の高等学校の校舎が今回の地震によって崩壊するなど、今回の地震単独の被害も見られた。鹿児島県消防防災課の統計によれば、人的被害は重症者1人、軽症者42人だった。鹿児島県北西部地震の震度分布震度4以上を 観測した地点は次の通り。防災科学技術研究所が設置した共振観測網によれば、宮野城で震度6弱相当の揺れを観測した。ありがとうございます。